1943年、ストックホルムのトゥーレ館で開催されたノルウェー、博覧会で、インゲボー王女に説明する、ハンス・アールマン。ハンス・ヤコブ・コンラット・ウィルヘルムソン・アールマンは、スウェーデンの地理学者。カールス・ボリに生まれ、ヘーゲルステンで没した。アールマンは、1915年に、ラグンダションコに関する論文で、ストックホルム大学から PhD を取得した。同年、 ストックホールム大学で地理学の准教授となり、1920年にはウプサラ大学の地理学准教授となった。著作には、ノルウェーの氷河を詳細に検討した、ジョモーハロジェクル・スタディーズ・イン、ノルウェーやイタリアやイタリア領リビアの文化地理学研究など、人文地理学分野での業績があった。その後、アールマンは地理学の教授に昇進し、1939年に、 スウェーデン王立科学アカデミー会員に選出された。同年には北極圏における探検と氷河研究に対し、イギリスの王立地理学会から金メダルを受賞した。第二次世界大戦中、アールマンはスウェーデン・ノルウェー連合の担い手となり、1950年から1956年まで在ノルウェー・スウェーデン大使としてオスロに駐在した。 南極大陸のアールマン氷河とアールマン山脈は、アールマンにちなんで命名されたものである。アールマン氷河は、1947年に、フォークランド諸島調査所によって命名された。アールマン山脈は、1949年から1952年に、かけてのノルウェー・イギリス・スウェーデン南極、探検隊によって調査され、この探検隊を組織した、スウェーデンの委員会委員長であった。 アールマンにちなんで命名された。ありがとうございます。